洗濯機の人、もう洗濯機治ったから、洗濯機の人じゃなくなったよ。こんにちは。あ、たまこんたま。たまこんにちは。どうしたの？こんにちは。めっちゃ泣いてる、アブさん。ニュースさん、風船くんもありがとう。ありがとうございます。洗濯機掃除おめでとう。掃除できた。こんにちは。ヨウサさん、今日買ったものなきゃないだろう。違うよ。どうしたの？ブブ。男の配信中、確かに配信中かな。なに？こんたまーの？ブブさん、いっぱいおしゃべりできてる。そんなにおしゃべりするようになっちゃったの？よかった、まず137人。はるさん、今月前出てます。ありがとう。貯金です？違うでしょ？よかった、まずありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは。かぶってほしいのかな？はるさん？おかったもよ、かんたもよ。何してんの、ブブさん。ブブは大分タムになれた。どういうこと？もしかしてカメラに自己アピールしたこと覚えた？ブブさん、めっちゃ泣く先。危険じゃないでしょって言ってんのかな、ブブさんも。ブブさんも言ってる。こんにちは、タム。こんタム。え？だいぶか。ブブはだいぶタブになれた。大分かと思った。いいよ、かなかった。大分じゃない、だいぶ。何言ってんだろう、だいぶタブになれた。めっちゃ泣くんと。133ファンレベル17のアイテムです。ありがとう。めっちゃ何も考えてなかった。こんにちは。泣いてるよ、まだ。簡単に。福士さん、こんにちは。福士さん、ブブ、ついてくよ。
かたむなかたむなかたむなかたむごめんなさいごめんなさい。あーやだね、暴れちゃダメ、おいしょ暴れちゃダメ。こんたむーのおかねちゃんめちゃめちゃ寝てない、どうだどうだ、こんにちは。捕まってるよ今。いい匂いだ。こんにちは。声が寝てる。起きてるよ。ブーさん、今日もタブさんかかだってブーさん。来てないですか、ブーさん。どこに来たみたい。ダメだって。暴れるな。昨日ね、すっきりした。あれやってみたよ、なんか排水口のネットをさ、頭にかぶせたらいいみたいな、めちゃくちゃ暴れる。排水口のネットあんま効かなかったのさ。このお家をつまむのがいいかも。なんか洗濯バサミでつまむみたいなみたいな。洗濯バサミ持ってないからさ、痛いでしょ、ももさん。大変だったわ、通気。でも、その、排水管ネットかぶせるとさ、なんか、あまり、暴れはするけど、噛んでくることじゃないから、大変だったけど、うわ、よかったか。いつもの方に、うん、いちひこさん、フォローありがとうございます。ありがとう、くんたま、こんにちは。初おもの方、二度目の方へと、こんにちは。カンタム、何やの洗濯バサミでつなぐ。じゃあ、なんか、首のところ挟むと、なんか、うちなくな。おとなしくなるし。初おもの方へと、こんにちは。どうしたの、ブブさん、そんなに泣いて。どうした？うん。逆に立てんのかな。こんにちは。ただ、ご主人さんが呼んでる。なんでブブがご主人さんみたいになったの、おかしいでしょ。うん、ブブさん、プリンプリンプリンみたいな。プリンプリンプリンって。プリンママね。ブブさんさんのクレヨン。こんにちは、カンタム。いつもよく泣くよ。こんにちは。髪のくしをブーンって鳴らすと猫が逃げてる。ブーンって何？くしをブーン？何ブーンってどうやってやるの？くしをブーンってどうやって？クリームブリュレ食べたい。美味しいけどさ。ブーさんのため。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんたむ。ご飯はさっき食べたでしょ。親みたいな言ってる。ブーブーの親。どうせ奥面って言うの？お昼ご飯？お昼は僕も食べない今日は。こんにちは。あ、指でない振動？節あるけど、これならない気がする。ならない。こういうの？この音？節。あ、節のケースとか言っちゃった。あ、当たった。ヒロさん100回目の方もありがとう。2つありがとうね。多分いつもより5割増しで可愛いって、ブブさんが。ありがとうね。あっちたむーとも。え、
く嫌がるからね。私はもうご飯食べてた。パンタマーズ、ワンコの一番グッドアフタヌーンとも略してグアヌット、なんて言ってんの。うん、ばっかりずるい。だってムーサンさん可愛いですから、皆さん可愛いから近くに。パンタマーズ略してじゃなくて、略してわかるよ、すわかるよ。こんにちは、カモの方が可愛い。おじゃくな、なるほど。連絡せんとも一向に成長しないもんか。ずっとダジャレと変な略し方が好きなの。いいちゃん、こんにちは。なんてね、違うの。おゆうさん可愛いからな、仕方ないか。キャンキャンとボット言いたかった。松丸流に頑張りますよ。こんにちは、あなたは。うららパパさん、100回目の方もありがとう。ありがとうございます。3ページは見たかった。多いよ、3ページは。3ページのレビューに頑張るよ。多分の次、ウブさん、じゃあナンバー2ですか。おい、ちょっとまだある。じゃあ載せるね。昨日載せようと思ってたんだけどさ、載せてなかったから。載せます、インスタに。ケンケンのオフショット、ケンケン事後掲載あると思います。乗らないよ、すみません。オフショット祭り載せるね、インスタ。3ページ余裕でいける？いける？またね、乗れるようにかかる。あのビジュアルならいける、嬉しいな。ピチレモンのモデル。え、ピチレモンってまだある？うん、なくない？そうそう、ピチレモン中学生向けの雑誌だっけ、あれ。難しい。表紙だ、表紙いける？いけるいける、本当に。心霊特集なら10ページはいける。心霊特集なんかやるわけないだろ、ファッション雑誌だろ。その心霊の雑誌じゃないんだから、分かってる？どういう雑誌か分かってないだろ。ケンケンで心霊特集なんてするわけないでしょ。ケンケンのレギュラー掲載ですよ。レギュラー掲載じゃないの、違う。こんにちは、おはたま。全然好きじゃないよ、全然嫌いだよ。あつものかった、ありがとう。こんにちは、ケンケンから連絡来るから待って。来る？本当に？ほんとも、おはたま。ケンケン優勝山崎おっさんが通ります、通ります、道を開けてください。表紙じゃないって、違って。今来た、だけど幽霊のファッションの話かと思った。いいよ、からない幽霊のファッションって。心霊は好きじゃないですよ、私は。幼稚園からケンケンまで良かったもの雑誌、良かったの雑誌の幅広い。幼稚園着ないわね、ブブさん。皆さんご飯食べた？食べた、ブブさん。涙出てきちゃないの、ご飯食べて。ご飯食べた後なんかいつも涙出てるからなんで。こんにちは、10万部入れたら夜間気分。ケンケンが、ケンケンが10万部入れてません。さあ、私一人のやつじゃない。何だろう、
ブーさん毎日感動、そう餌美味しくて感動して泣いてる。あ、ツボの方ありがとう、こんにちは。焼き鳥食べたい、食べないわ、焼き鳥。お姉さん幽霊意識どこがよ、どこがどこがよ。それでこっくりさん検証、いやだよ怖すぎなの。よいしょ、パンタムーンもケンケン1月号発売で夜間キビ。ケンケン1月号次発売されんの、来月に。いやだよ、なんで1月号発売されたら夜間キビなの、おかしいでしょ。許可った水が600人いったらやりますよ、夜間キビは。まだでしたから、お約束でしょ。違うよ、どクイズに発売される、そうだよ、それなくなることないでしょ。お昼ご飯まだね、あの食べてない、何食べようか。キャンキャン掲載記念チラザート。どんな記念。キャンキャンってナウナヤング向け、ナウナヤング向け、ブケかな。何なのヤングブケって、あの時は超えたな、まさかキャー忘れたっけ、幽霊がいるっていないわ家に。絶対とは限らない、発売されるだろう。皆さんこの前の講座で学年トップ10とか入れた、ウブアイスは飛びそう、順位の上位数すごいじゃん、すごい、上と挫折かってこもらえないよ、なんでもらえるのよ、もらえるわけないだろ。もらえません、ダメです。こんにちは、お腹空いてきたわ、こんにちは。放送の結果で油そば食べれる。いいじゃん、でも油そば私も食べたいな。テント卒業の衣装まだある、卒業公演の衣装、衣装さんが保管してると思うよ、私は持ってないけど。あ、たまこんたま、あんな服を買ってもらえないよ、ありがとうございます。でさ、頭いいかいね。いいじゃん、でもああいうファッション、ああいうファッションあんましないね、あんましないから、逆に新鮮でよかったんじゃない、なんかあの茶色い系の服、ブラウン系のファッションあんま着ないから、いつもの方へのケンケン売り切れてた、山だけが回収。なきゃないだろう、そんな変わんないだろう、お母さんまだ京香ちゃん効果。ケンケンが売り切れてたの絶対違うよ、大人気、あ、そうそう、あんま気なく、油そばって美味しいの、油そばめっちゃ美味しいよ、食べたことないの、食べた方がいいよ。油そばは食べた方がいい、美味しい、一人でケンケン見かけないはず。うちの親が買い占めてたの、そういうこと、絶対違う、なんか私まだ買えてないんだよね、早く買わなきゃ、買えなきゃ、うん、京香ちゃんが可愛すぎるからケンケン売り切れた、なきゃないだろ、なきゃない、12月号売りすぎて1月号発売されない可能性ないだろう、売れすぎたんだったら。来月油さんのお誕生日に行く予定で、あ、油そば、うん、私は油そば行きたい、ご家族の感想かよ、お母さん昨日いつ発売なのって言ってた。昨日から発売されたよって教えたけど、
こうやって思うぞ。あ、めめさんと同じ写真載ってて感動した。いや嬉しいよ、私もキャン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 乗れる日が来るんだけど嬉しい。だから置いたの飲まなきゃキャンキャンで溺れてる。どんだけ買ったんだよお母さん、買いすぎなのそれ。あ、つもの方ありがとう。こんにちは、お母さん発売されてます、電子を思います。知らなかったみたいで教えてあげた、発売されてるよって。買ったのかな、わかんないけど。この写真キャンキャンに変える、キャンキャンのには変えない。これ不写真でしょ、それの。待ってやる配信で、ね、またね。夜行けたら行きます。まださん可愛いと大好き置いていきます。ありがとうね。ありがとう。タムは次の雑誌掲載。タム。メルルさんじゃないけど。次の雑誌掲載予定？予定ないよ。ママさん見たって。お母さん、私まだね、わかんないこと。タムのお母さん渋谷でキャンキャン配ってた。何やってんのお母さん。ママさんやめてよ。渋谷でキャンキャン配るな。フルームのプロフィール写真、プロフィール写真そろそろ可愛いと思ってるけど、キャンキャンのやつ似合うしな。キャハワで配ってほしい。配るわけないだろう。あ、いません。お母さん今行きますじゃない。配ってないだろう。やめてよ。ただ何してんねん、ほんと配ってるんだったら。あ、ツーモンの方ありがとう。こんにちは。私物下でキャンキャン買ったけど、クガシのポスターついてこなかった。行くの遅すぎた。私のポスターついてこないから、ないよ特典みたいな。アリボシさんポスターついてくるみたいなやつ。みんな目の方ありがとう。クリちゃん配ってないよ、配ってるわけないだろう。おかしいでしょ、もし配っててもそれは私のお母さんじゃないです。新規ですいません、なんで許可ってもらうんですか。タマはどこから、おー、わかん、なんでかわかんないけど、あいめちゃんとあのえみちゃんがつけてくれた。なんでかはわかんない、なんかつけてくれた。色落ちしたパーカープレゼントするわけないだろう。ねえ、色落ちしたパーカーをプレゼントしない、嫌だ。色落ちしたんじゃなかったね、色落ちしちゃったの。デニムの色がちょっとついちゃった。キャンキャン乗ったのが嬉しくて、パパとママが買い占めたキャンキャンをお気に入りか。お父さんも何やってるの。しないよ、お父さんも。買い占めるな。どうしちゃったの、うちのお母さんとお父さん。今日買った、今日買ったの、多分ってことなのかな、うん、こんな片端。いや、あの、違うよ。エリナちゃんとアネちゃんよ、つけてくれたの。違う、ファンの方になっちゃった。多分、SNS のキャンプのそれ一番良かったよ。何ですか、ほんとに。多分次はないでしょ。もうそっから略せないよ、無理。強火のファン。ある意味ファン。強火のファンなの。タン、うん、全然違うのだし、タンの次タンなの。もう原型とどめてなさすぎるよ、の時点で。もう名前
全部消えてるしな。こんにちはの。まあセンスある人が大喜利を利用しなくてていいよ。なんかいつも勝手に開催されるの気づいたら大喜利始まって。あ、本当に大喜利するな。今日ため牛タンみたいに言わないで。やだな、本当に。ねえ、京タンって。うがせせってる。うさん寝てんのも、さっきまでニャニャ言ってたのに。ニャニャぐさ。あ、ツムの方ありがとう、くみちゃん。そうなんですよ、ずっと謎だった。ずっと謎だったんで、教えて嬉しいです、皆様に。そんな謎だった。ただ単なんだけど、ゆみちゃん、キムジ好きだから。もう、わかんない。わかんないよ。なんでかは理由もわかんない。ゆみちゃんと、あやめちゃんに聞いた方がいいじゃん。わかんない、私。なんか、いつからかそうだった。あんまちゃんとした理由知らないや。二人がつけてくれたのよかったのって。なんでだろうな。よかったむず。438人。ブルーチさん今月前と出ます、ありがとう。今日タン食べるんです。タン食べる予定はないよ。食べたいけど気だけど。次の大会はいつか。あの大会、何大会って。ターはこの後なんですよ。ターって誰誰。山田京子キャンキャン独占掲載記念サイン会の10冊券特典は部分の肉競争ありほい。どんなんないよ。2度目の方ありがとう、こんにちは。おつたむ大喜利大会かよ。ねっふーさん連れてきた。ふーさん、ふーって肉球触ってもこの前日による、日によるね。涙出てるじゃない。なかった、今のことあった。ワンが押しすぎてまだ泣いてたの。おいしいって泣いてたの、ブブさん。皆さん、肉球触ってもあんま来ないよね。あんま来ない。肉球触らせてくれ。なんか時々怒るけど。再び使う。皆さん、確認さ。確認さ。ママが買いすぎて感動して、そういうこと、ブブさん。だから泣いてるの？タンはお昼ご飯、タウ？自分は食べてないよ。お腹すいた。こんにちは、たまたまたま。何食べようかな、お昼。何がいいと思う、ブブさん。ブブさん、何がいいと思う、お昼。ね、ブブさん。ブブさん、何がいいと思う。毎日安い優しかったね、からこれ銀のスプーンあげてるわ。銀のスプーンまあまあ寝るすったろ。寝すぎるやつないよ。そうね、ブブさん、どうしようね。ブブさん、ブブさん、ブブさん。よかったむず。439人。サイバーブブさん、今月もありがとうございます、ありがとう。あちさん、牛タンチャーハン、うわ、贅沢だな。いいね、美味しそう。なんかすくわ。ご飯ちゃんと、ちゃんと食べなさい。ご飯って食べるよ。こんにちは。たまたま。ゆうさん寝るの？寝るの？ゆうさん。ゆうさん寝そう。ゆうさんツンと出れ使う気がですよ。かわいいね。ゆうさんすくわくん。アイス食べたいって。アイスはないですよ。
残念だね。またうーくん食べるの？どうもどうも。こんにちは。初見です。違うでしょ？よかったも440人。はるかわいさん、初めてありがとうございます。ありがとう。あえてね。アイス。違うでしょ。4回目の方法で全然4回目どころじゃないだろう。もっと来てるでしょ。たぶん毎日金のシリーズ食べてる。ヨグさんは銀の金のシリーズ7の食べてないよ。間違えました。本当か。ニコ好きなんだけどアレルギーだから一生触れないの悔しすぎる。アレルギーだ。ニコちゃん、ニニコちゃんモフモフよ。ヨグさん、ママさん、おはんレベル19、ありがとうございます。ありがとう。タム&トム漫才師みたい。トムさんとコミコミコミいける。タムは毎食国民なわけないだろう。やばいだろそれ。私こそが真の初見です。何言って、どこが初見なの。こんにちは。タムタムアイスを、アイス銀のダジャレはさん、おとなしいわ今。私の足の上で寝そうになってる。眠いかブブさん、おとなしいね今日。冷やしポックミョン美味しくないだろ。ポックミョン冷やしてもタムとトムも似てる。似てる。だってそれ似てるよ。一文字違いなんだよ。豪華ポックミョンプレゼント。何豪華ポックミョン。そんなポックミョン花ちゃんが来た。レベル33達成ありがとうございます。80万ポイント達成だ。ありがとう。ありがとうね。2度目の方ありがとう。足の足何をする。いいの出せるわ。よいしょ、めっちゃ気持ちいい。寝てました。金のポックミョン美味しそうだな。何が違うの、普通のポケモンと。初物の方ありがとう。こんにちは。濃厚用紙のチーズポケモン絶対美味しい。何のぶさん、まだ行きたい。あ、まだやぶ私の方がいいな。ここで座るのがいいじゃん。何のぶさん、ファンタムーもこんにちは。ゆうさん、どこ行きたい。ここにいなさい。僕撃からポックミョン、やだよ。辛いそんな辛いのやだ。ポックミョンの甘辛さがちょうどいい。よかったむぞ。141人、りおさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。うーばかりずるい。ずるいってどうぞ。どう思う。仕方ないって言ってるよ。こんにちは。そんなこと、ダジャレと大喜利と寝ることが好きです。帰ってしまいますってする。そんなだね。みんなが勝手に言ってるだけだから。そばのツッコミ面白いし、可愛くて尊い。そこまで言っちゃった。北に行きたいって言うのさ。北に行きたいしね。北海道行く？北海道行く？ウブさんにはきっと無理だよ。寒いからね。こんにちは、とも。ポックミョンってマカロニじゃない、マカロニってやつじゃない。ポックミョンはなんか韓国の焼きそばみたいな。ブータクポックミョンって知ってる？それの、それブータクポックミョンは韓国のやつなんだけど。日本で出てるポックミョンってやつが日清に書いてる。私めっちゃ好きな、変われよ。だってブブさんやだね。コンタムーだもん。ブブさんやだって。おとなしいね今日。あれあれ、おとなしいねって言った瞬間どっか行きます。あー、あれ痛いな。怒ってんのかブブさん。ごめんなさい。
まれそうになった。怒ってた。仕方ない。ハルさん、ハルさん解放してあげると話せ。仕方ない、うん、おはたま膝枕争奪戦どんな争奪戦え、楽しきは怒ってた。軽く壊れちゃう。汗だけで痛ましやりたい。お母さん、お母さんトイレ買って。いじめちゃダメ。いじめてない。うちしぶしぶですが、披露配信できたので今日の音声一段階上げて昇級してします。音声って上がること上がるんだ。一方的な愛。え、ブブさんもきっと私のこと好きね。ブブさん、そうだよね。そうだよね。うん、ブブさんもきっと言ってる。そう、ブーとかあって窓から外を見続けるヤスさんもそうでした。ブーと変わって何してんだよヤスさん。いやーじゃないよ。ラホーレブブってなんだよ。何ですか。キリに餌あげなくていい。そんなかわいそうなこと言わないで。あげるよ。なんだろう。住んでるってこと。しかたないな。本当に怖いから許してあげる。昨日朝配信したから大吉。そうだよね。そうだよ。いいのクソさん終わったのか。何ブブさん。さん、また餌食べてる。シャーじゃない。シャーって言わないで。ブブさん。なんでシャーって言うの。水かぶ伸びしてるブブさん。美味しいか水。なんか乾いてたのさっき。だから急いで私のところから。どっか行ったわけ？そこと？戻っておいでブブさん。一人の女に縛りたくないイケメンブブ。一人のじゃあいっぱいいるってこと？やめてよブブさん。ブブさんは私だけでしょ。そうでしょ？ブブさん他にもいたのか。ブブさん。いつも何ご飯や小鳥されると思う。しないわ。さっきはすぐ直った。業者さん来て回転盤だっけ交換してくれたら直った。使えるのと、あと洗濯機使えるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど。アベイスさん風船くまありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。うんうん、違わい、うん、違わいって。きなくよ、いないでしょ。八方美人なら八方ブブ人。何をブブ人って。2度目の方ありがとう、こんにちは。めったに回さない。何を。うん。だからいつも窓から他の女目線をして。皆さんそんなことしてんの。ゆうさんそういう感じだったの。よくないわ。かわいいな見た目だけか。ラホーレブブさん誰よ本当に。ファンレベル11ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。なんか幸せ日常の中に潜んでいるのか。ブブさん、ブブさんまたでも窓際行っちゃった。誰か探してるってこと。何を見てるのブブさん。毎回楽しい。そんなとこ行ってる。こんにちは。どう。ずっとね窓際最近本当に気に入ってるんだよね。
いないなって思ったら大体ここに。ウフの季節だよ。コンタムーブ、こんにちは。明日を見てるんです。何明日見てるって。また配信聞いて寝てた。寝落ちしてた。おはよう。休日起きてから可愛いやりとり聞けて幸せです。今日お休みなのね。さっき修理業者です。昨日はどう？絶対違うだろう。昨日はどうじゃないよ。カンタムーン。窓のさ、窓の外の中目黒。今日もタマスと言ってたこと。なんでそんなこと言うのよ。最近出てますか？でも最近出ているよ。ブーさん、とりあえず鳥見てる。ね、いいのダジャレは。いいの。なんか蝶々が飛んでたりしたら。めっちゃ目で追っかけたりしてるお父さん、なんだみたいな感じで虫がたまに飛んでたら、虫とか鳥とか飛んでたら見てるわ。塔の上の部分釣り、ブブンチ。ブーさん、ブーさん壁の外に出てる。進撃の巨人みたいになってるから。こんにちは、二度目の方。虫食べた、やめてよ。やめて。猫 YouTube の動画見れても、猫ちゃんってよく窓からと見てる。やっぱり獲物を探して。そういうことブーさん。こんにちは、お頭。ちょっとお水持ってくるわ。ずっと飲み切っちゃった。喉乾いた。待ってて。よいしょ、お水持ってきた。はぁ、あれ、ホブさんご利用してどうした？こっちに来たよ。そうだね、やってあげよう。めっちゃ嫌そうな顔してる。なんで、なんで嬉しそうな顔してる。ホブさん食べたらすぐ飲むんだけどね。どうしたの？なんか怖い顔してる。何その顔は。その顔がかっこいいね。かっこいいね、おさん。かにちゃん、今日椅子に寝ずに置いて席を離れた。かんぶさん、どうだ。フランツさん、レインボースターありがとう。あいつ、ブーさん、ブーさん、どっか行くな。行け行け行け、どこ行きたいのか。ダメ、ここにいなさい。ブーさんはここ、わかった。ブーさんはここ。あ、やだね。いやって言ってた。どこ行っちゃった。ブーさんが、くんだむーだもん、こんにちは。お疲れ様です、お疲れ様。気づいたのかと、おっとよー。ブーさん、やっただっこは。そりゃそっか。ブーさんね、そっちで寝るんかい。ここでもいいじゃん。一緒に置いてよ、ブーさん。違う、違うらしいですね。タブさんが一緒、一緒より知ってる。知ってるわよ、見てよ。こんにちは、どうも。タブさん、昨日爪切ったからさ、痛いわ、爪が。タブさん、痛いよ。
爪研ぎしてブブさん。したきの爪研ぎ。してたかな。パタムードマンクに違う。どうしてもダッコン切れ。ダッコはダメみたい。難しいブブさん。早くスリーコインズ行きたいな。あのブブさんのグッズをいろいろ買いに行かなきゃ。まだ来てないんだよね。今度ツッコミ作品。何ツッコミ作品つって。そういうキャラじゃないんですけど。プレミアム、プレミアムって何？プレミアム？プレミアム？え？女ここと飛ぶんだよ。なんでそや？天然？何の話を？何の話さっきから？何の話ですか？本当に。どういうこと？おもちゃ買ってくるね、スリーコインズで。早く行かなきゃな。こんにちは、たまん。欲しい、ユーブさん、新しいおもちゃ。無反応だ。いらない？いらないんだな。いいんだな、それでルール。無反応。ツッコミはキャラじゃなくて、天然、そんなわけないだろ。違いますよ。みんながボケるからこうなっちゃったんだよ、ほんとに。みんなのせいだ。みんなのせい。カモミくんはチュールをたくさん買ってくれ。チュール今家にいっぱいあるよ。この間45本のやつ買ったから。いらないでしょ、ブブさん。そうだよね。ね、ブブさん。聞いてんのか、ブブ。ずっと無視されてる。今日はクレーンゲームに一緒に。そんな毎日寄り道してないよ。まあ、行ったけど、義語には。行ってないよ、そっから。義語に行くのは許して、ブブさん。わかった？ブブさん？聞いてる？聞いてる？113万のマグロ1匹が食べたい。高すぎだろ。ええねえ、そんなの。マグロ一匹ブブさんがまるまる食べるの。いいじゃん。無視されてるのかわいい。毎日よ。毎日無視されてるブブさんに話しかけて。何も反応してくれなくてさ。爪切りしたから、あ、ブブさん拗ねてる。そういうこと？気にしたのよ。話終わった後。そんな長かったからね、きっと。拗ねてんの？爪切られたって。許してよ、ブブさん。大変なのよね、爪切りでも。嫌がるから。ラグキラーお届け、ありがとね。プチ切れツッコミ、タム。以前多分あんまり知らないね。どんなキャラ？もうわかんなくなったよ、私も。わかんなくなっちゃった。どんなだったっけ？釣り、今までこんな感じじゃなかった。みんながボケない。大喜利もしないから、この橋じゃなかったんですけど、なんで。なんでみんなこんなにボケるようになったの？いつからよ。初もの方、二度目の方、ありがとう、ガチちゃん。ルーセで済んだら警察言わないわ。爪切りは許してよ、ウブさん。爪切りダメだったら、ウブさん爪伸びっぱになるでしょ？ダメでしょ。いつものことありがとう。ゆみちゃん覚醒した。え、なにファンの方が、どっちどっちがよ。洗濯機の蓋が開かなくなる。開いたのよ。開いたか。え、おばさん、いつもの方ありがとう。ダメダメダメ。うん、もう反射で突っ込める領域。みんながボケすぎてこうなったら。分かってる？みんな。突っ込んでくれるのめちゃくちゃ嬉しい。それならいいか。
天才がいる。何言ってんの本当に。俺に優しく可愛らしい素敵な人。ありがとうね。私が覚醒してってこと。みんながボケるからだって。アリさん何してる？ごめん、落としてた。あ、頭の方ありがとう。皆さんのツッコミ手が上がったから。浜田さん並み。めっちゃツッコめるじゃん、私。違うでしょ、何ちゃん。寝るキャラからだんだんキャラ崩壊が関係猫タン。いつもの方ありがとう、こんにちは。ツッコミの才能を隠してた。あー、うぶさんテレビ台乗っちゃダメ。あー、いっぱい物落としてる。ちょっと待って、うぶさんがもうテレビ台乗るのね、最近やめてほしい。テレビ台登って、テレビ台の横になんかタス置いてて、その上にフィギュアを飾ってんのね。カナオのフィギュア、もうカナオのフィギュアをねしょっちゅう落としてて、なんかカナオのフィギュア2個あって、なんか1個が剣持ってるやつなの。カナオが剣をね、抜いてね遊ぼうとするのよ。だからやめてよ、それ。いや、落とすから壊れちゃう。落とさないで。何さ、爪切りまだ怒ってんの。もう猫の爪切りして、もうね、やしたくないね。テーブル叩いて送ればいい。なんでそうなるの。虫の呼吸。カナはそれじゃなくて、虫の呼吸なんだっけ。虫の呼吸あったっけ。そのこんにちは、どうも。部屋から物をすべてなくす、やばいでしょそれ。テレビ台なくすってこと。ウルさんが言ってない。テレビ台にさ、いっぱいさ、なんかガチャガチャのやつ置いてんのよ。アクスタとか、コギメのアクスタとか、サンリオの、サンリオ系のやつ置いてんの。コギメとか、いろんなキャラクターなくしたと、ガチャガチャ出てる。ブーさんがテレビ台の上に登るからさ、もうぐっちゃぐちゃよ、ぐっちゃぐちゃ。アクスターは大丈夫なんだけど、ガチャガチャで出たやつがもう全部ぐちゃぐちゃになってる。私この前綺麗にしたの、もう綺麗にする記録なくなっちゃって、ぐちゃぐちゃのまま。どうせやってもすぐぐちゃぐちゃにされるから、やめてください。ボブさん、すぐぐちゃぐちゃにする。カメオさんファンでペルーチュー5入ってます。はい、どう。それで爪研ぎする。爪研ぎはするけど、もこちゃん爪切ってあげないとすぐ伸びちゃうから。爪研ぎだけじゃんダメよ、切ってあげないと。初物の方に、ダメの方ありがとう、こんにちは。どうも、こんにちは。どうじゃ、テレビ台に登るのやめてほしいよ。気づいたら登って終わらさせてる。ついたぞ、すみません。あれ、ウェブの呼吸1の方、テレビ台ぐちゃぐちゃ、やめてくれ。嫌すぎる。ウェブの呼吸、めちゃくちゃ嫌。初物の方、ありがとう、こんにちは、どうも。ファンタム。うん、タムが怒ってる。やめてよ、ウブさん。テレビ台なんか登ってぐちゃぐちゃするの。ピコタム442人、チョコラブさん、ご月もありがとうございます。ありがとう。ウブに鈴、あ、首輪？首輪？
なんか外にさ出すんだったら首輪つけた方がいいけど、首輪つけなきゃだけどさ、別に家猫だから家から出さないからさ、だからいらないよ。そうそう、首輪嫌がるだろうし。発音の方にダメな方に、うん、風の呼吸お奥義コインランドリーさんけど最悪よ、最悪よ。え、もうほんとにマーキングしなくなったからいい子じゃねえと。2度目の方ありがとう、こんにちは、どうも、白釜は、どうも、こんにちは、こんたむスイートは、ラジオタブを飛ぶ、こんにちは。変な呼吸、テーブルの上で爆睡、やめてくれ、寝るな、テーブルの上で。あ、奥義か、奥義か、奥義ね。分かったわ、でもそうそう、ランキングもかな、13分だ。で、13位からランキングいますね。13位、ハマピーさん、ありがとうございます。12位、テラヒロさん、ありがとうございます。11位、ゴン太郎さん、ありがとうございます。10位、もずくさん、ありがとうございます。9位、ブルージュさん、ありがとうございます。8位、Tさん、ありがとうございます。7位、Cさん、ありがとうございます。6位、フロマンさん、ありがとうございます。5位、ヤスさん、ありがとうございます。4位、ダホーレブブさん、ありがとうございます。誰よ、ほんと。3位、中身さん、ありがとうございます。2位、アビスさん、ありがとうございます。そして1位が、グランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうね、こんにちは。初問の方、2度目の方、ありがとう。今日マフィア配信ありがとうございました。ありがとう。赤ちゃんが住み切るとこを頻繁に見せて、そのためにチュールをいじるルーティンをうーぞと思う。それでやらせてくれる。いや、こんにちは、寝るんかい、夜ご飯食べる。ありがとうございました。ありがとうね、ありがとうございます。ウーさんはもう寝そうだけど、まだのとこやろ。大変お疲れ様です。毎日頑張っていて偉い。ありがとうね。カンタムード初見師か。何を初見師、カメラは初見師になっちゃう。みんな初見詐欺ってことでしょ。いつかね、先生さばよかな。お仕事ある方は頑張ってください。夜配信はまた決まり次第ファンルームでお知らせします。じゃあまた夜配信で、ありがとうございました。